まるでロミオとジュリエット。憎み合う2軒の中華料理店の息子と娘が恋をした。親世代の過去の反目を乗り越え、料理に情熱を燃やす若者たちの物語。今や大スターとなったシソンとコンサウの新人時代の演技も見どころ。おいしいプロポーズ、2月4日スタート。